もう一つ足りない埋まらない空白と劣等感今一瞬しかないから後のことなど何にも考えないで18歳でさだけど前習えだけじゃもったいないコンビニエンスな紹介なんて退屈すぎるよね論外誰かの子は誰かの子どれも曖昧であやふやなまま落ちるくたびれるくらい笑ってくれもっとどうしようもない